あ、今すごい決めポーズだったのに。なんとご覧ください、ライブコメントか。ハッシュタグがセーブレイニュッツにどんどん書き換わっています。世界中の皆さんが声を上げています。レイニュッツの街を救え、もう権力による捏造と独占は許さないと民衆が立ち上がっているのです。ですから万が一にも破損したら責任が。炎上した方が宣伝になるから、炎上しても配信を続けろとマニュアルに皆さんとても素直ですね。可動人間、貴様か、貴様がこれを。加藤人間ごときが許可なく私をコンテンツにするな。加藤人間どもが地獄に落ちろ。おっと、逃がすものかよ。ヒエ、加藤で愚鈍なヒューリー。その加藤人間はまだ借金を完済していない。今すぐ貴様の仕事をするのだ。うん、おお。このデカ男、あたいを誘拐するときにこんなことを言いやがってさ。大丈夫だ。こんな馬鹿げたことをする会社はいつか必ずぶっ潰れることになる。そう思うならこいつだって馬鹿を止める側に回ればいいのにね。まったく、命令の奴隷は哀れなもんさね。怖い街だぜ。モーニングベル通信なんて大企業をネット越しに燃やしたあんたらの方が怖いよそうかもな。てめえか、てめえが首謀者なんだな。これで勝ったらなんて思うなよ、この腐れジャーナリストクズレが。勝ったのは私じゃない、レイニーウッズの連中だよ。変な最強の弁護士軍団を引き連れて、絶対に絶対に絶対にてめえを破滅させてやる。お見事でした、ナオミさん。あとはこっちに任せてください。では後ほどメールします。これでめでたしめでたしか。ラブさん、
やるやんけ、我俺らの完全勝利やで。いや最初見た時からもしかしたらこいつは夜よつかもな。でもほんまアホの見本みたいなやつやしな。どっち転ぶかわからへんな、なんて思っとったけど、やっぱ俺の目に狂いはなかったな。それを今真顔で言えるのがすげえよ。せやけどやっぱ我にはまだまだなところも山ほどある。せやから先輩として一つだけ忠告したろ。ええか、我は何よりもな、悪い奴とどう付き合うかを勉強せや。せやないとまた騙されてどえらい借金背負うことになるで。はいはい。まあとはいえ今やるべきは祝勝会やな。俺も我も町の連中もようやった。なんや我、どういう了見や。悪い奴とどう付き合うかをあんたには勉強させてもらったんでな。じゃ、アーバよ。ロブソー。最後までそれか。数日後、直撃レポート。ドクターニコラス・アンダーソンは大の動物好き。どういうこと。過激すぎる町おこしキャンペーン、その仕掛け人を直撃。やりすぎの声に世界中の批判が殺到。仕掛け人はフリーランスの女性ジャーナリスト。動物愛護団体との黒い噂。みんな好き勝手書いてんな。 MB 通信経営陣が隕石辞職。お？素人にはおすすめできない旅、話題のレイニウッズに行こうとしてみた。行こうとしてみたんだ。行けてないんだね。動画が証拠にならない時代。大手 SNS レイニーウッズスキャンダルの動画をすべて削除。エピローグ。こんなエンディングで本当に良かったんか。問題ないさ、もともと好きで始めた仕事じゃねえし。本当にそれでええんならええけどな。俺はセーブレイニウッズがどうなるんかもうちょい先まで見極めるつもりや。せやからこの町とはお別れになる。セーブレイニウッズのことをこの町で話しとる人間は一人もおらんからな。我はこれからどないしおるん。さあな、それを考えてるところさ。我らしいな。ま、自分探しはさっさと終わらせや。人生は我が思うよりずっと短いで。あばよ、ロブスターダニエルさん、なんか最終的にすげえいいやつだったな。世界同時配信を受け、モーニングベル通信の株価は暴落。フローラ・ケリー CEO を筆頭に現経営陣は訴追を受け退陣することになった。一方で新しい経営者とナオミとの間ではある契約が取り交わされた。これはまさか。ナオミのフラミンゴアカウントをモーニングベル通信が莫大な金額で買い取る代わりに、生配信の映像はナオミが仕掛けた捏造だったという告白を全世界へ発信することに。全世界に配信された映像は町おこしを狙ったやらせ動画であり、全ては首謀者であるナオミの暴走だったという形で幕を閉じることとなった。かくしてナオミは借金を返済してもなお余りあるほどの大金を手にしたものの、ジャーナリストとしての地位を完全に失ったのであった。なるほどね。幕引きとしてはまあうまいことに落とし込んだ感じですけどね。
借金返済完了と。順調かしら。昼からお酒とはいいご身分ね、ナオミ・ヘイワードさん。ご機嫌よ。ビールというのもキャラクターの造形が浅いな。今の君は世界で一番アブさんが似合う。やれだぜ。へいへい、何か用か。実はね、町を代表してお礼を言いに来たのよ。町のみんなが君に感謝している。それを代表して俺が礼を言おう。ありがとう、助かったよ。マジかよ。待てよ、待ってくれ。今回のことは何もかも私が持ち込んだトラブルじゃねえか。私が謝るのはわかるよ。なのにあんたらに感謝されるのは。そんなことはないわよ。そもそもモーニングベル通信はあなた以外をここに送り込むこともできた。そう、もっと上品で教養があり、頭がよく我慢強く努力家で実績があり、人当たりがよく機転が利いて、そして悪辣な人間が来る可能性もあった。まあな。君だって賢い人間を最後まで演じ通すことはできたはずだ。だが君は最後の最後で正義を実行することを選んだ。たとえそれが一瞬の気まぐれであったとしても、俺たちが感謝の意を示すにはそれで十分だ。気まぐれか、確かにそうだよな。ナオミ・気まぐれ・ヘイワードさん、人間は死と同じものでできているのよ。霧の中から偶然出てくる何かをかき集めたもの、それを私たちは死と呼び、人生と呼ぶわ。その何かの中にいいことがあったことを、あなたはもっと誇るべきよ。相変わらずくせえこと言うよな。じゃあ褒めるのはここまでにするわね、残念なドリンクインさん。あなたこれからどうするつもりなの？そろそろ一歩を踏み出して人生を取り戻すタイミングなんじゃない？そうだな、今や資産家の君がパブに入り浸っているわけにもいかないだろう。ああ、わかってるぜ、そんなこと。私も究極の選択で悩んでるのさ。究極の選択？ああ、地獄みたいに究極の腐れ地獄選択だ。さて、ナオミよ、君の言う通り究極の選択だ。君はこの町で多くを学び、多くを得た。そして失ったものもあるだろう。そんな君が物語のエンディングとして選択するのにふさわしい道は一体どっちだ？ここで選択か。町の秘密を守るために全財産を寄付する。さっさとニューヨークに帰り、一生遊んで暮らす。悪戦身につかず。あの人も言ってたよね。いいんじゃないか、もういっそのこと。これ後で後悔することになっても。いや、決めたぜ、私は。早っ。ちょっと待って、あ、どういうこと。早っ。今まで見た中のスタッフロールで一番早いんだけど。は、生配信の行われた夜から5日後にはハッシュタグセイブレイニーウッズのユーザーはほぼゼロになった。その後はオカルト系のクラスターがセイブレイニーウッズを使うケースが観測された。そこでの話題はコルタナ、光る苔、ヴァンパイアの血が中心となっており、実はそれは大パーツなのだという説がかろうじて盛り上がろうとしていた。だがセイブレイニーウッズを総括したブログがモーニングベル通信の論文を抜粋掲載したことで、このわずかな盛り上がりも完全に沈静化する。ブログで紹介された抜粋では、コルタナ、光る苔、ヴァンパイアの血が全て現代の科学の範囲内にあることを証明。かくして凡庸な陰謀論に頼るしかなくなったセイブレイニーウッズのオカルトクラスターは、やがてハッシュタグロブスターポーズに集うようになる。どういうこと？
よし、いないやつはいるか。まだいないやつは挙手。この場にいない人は挙手できないよね。マジな話、パイが冷めちゃうし早く始めようよ。よろしい、では祝勝会を始めるとしよう。まずはこの町の新しい英雄であり、かつこの宴のスポンサーでもある、うん、ナオミ・ヘイワード君に大いなる拍手を。いいぞナオミ。ここで乾杯の温度をと行きたいところだが、その前に重大なニュースがある。飲み始めたら主賓を含めて誰もお知らせなんて聞かないから今言うわね。ナオミ・ヘイワード君がこの町に寄付してくれた金は全て今後ともこの町の秘密を守るために活用されることになった。このことに対するささやかなお礼として、ナオミ・ヘイワードさんをレイニー・ウッズの名誉住人とします。いいよ、名誉住人様。これはめでたい。さすがでございます、レイニー・ナオミ・ヘイワード。静粛に。では乾杯といこう。乾杯の温度はベネディクト牧師にお願いしますわね。お集まりの皆様、もはや私から申し上げるべきことはたった一つしかございません。乾杯。すごい、あのスピーディーでいいね。乾杯の温度長い人あの興ざめするからね。ただ皆さん、一つだけとても大事なことがわからないんだが、エリザベスさん殺害事件はどうなったんですか？それとも何か真のエンディング的なことが隠されているのか？ん？エンディングクリア。レイニウッズルートクリアおめでとう。レイニウッズ事件の責任を負い、ジャーナリストとしての地位を失ったナオミだったが、モーニングベル通信の計らいによってフラミンゴのアカウントだけは返還されることとなった。一時的に300万人を超えていたフォロワー数は随分減ってしまったが、それでも十分な数と言えるだろう。これからもフォロワーに向けてエモい写真をどんどんアップしていこう。目指すはクソど田舎はず、世界のインフルエンサーだ。頑張れ、ナオミよ。そして、彼女は再び無一文となった。気持ちいいぐらい飲んだくれてんな。そうだった、有金全部使っちまったんだった。全部寄付するとか言わずに、もう少し自分の場を残しとけばよかったな。ナオミよ、金は天下の回り物。余裕があれば人生は豊かになるが、金に人生を支配されるのはいかがなものか。いや、君がいいならそれで構わないさ。さて、語り部はここらでおいとまするとしよう。君自身の物語を続けてくれたまえ。良き人生を。Have a good life! まあ、まあ、結局このクソ田舎でとんでもゴシップを狙うってのが一番私の性に合ってるんだよな。あら、ナオミさん、あんまり飲みすぎちゃダメよ。はっ、お前は前任者が預けたランニングシューズだけど、受け取らせてもらっていいかしら。前任者？ありがとう。さすがファンシー&バニーの限定品ね。これなら長距離を走っても疲れなさそう。いや、お前、お前は。レイニーウッズにあるナオミさんの家はこれからも今まで通り使ってもらえます。町の皆さんもナオミさんにお願いしたい仕事があるみたいよ。それにもしかしたらナオミさんが大好きな謎もまだあるかも。だからこれからも好きなだけこの町にいてくださいね。
でも、お前は間違いなく…あれは夢なんかじゃなかったはず。幸福というものは人から人へと伝わっていくのよ。だってここは世界一幸福な街、レイニーウッズなんですもの。言ってる意味わかるでしょ。レイニーウッズは世界一幸福な街、幸福というものは人から人へと伝わっていくだと。どこでもいいぜ、なるようになれだ。まったく腐れ地獄だぜ。これで本当の意味でエンディングかな。いやー、謎が解けたようで全然別な謎が生まれたというか、結構ね衝撃だったけど、あと気づいてなかったけど、ナオミさんとエリザベスさんって声優さん一緒なんだ。全然気づいてなかったな。あー、いやー、なんというか、さすがスウェリーさんのところのゲームっていうか、いや、いろいろね、荒削りな部分とかもやっぱりたくさんあってですね、動画だけだとちょっと伝わりづらかったかもしれないんですけど、なんか例えばメインシナリオを進めてる時にね、別なサブシナリオを並行して進めようとすると、つどつどメニューで、ね、切り替えないとそれに関するイベントが起きなかったりとかね、なんかフラグ立ての管理がちょっと大雑把だったりとか、アイテムが結構バグで消えたりとかね、わりかしいろんなことが起きてんですけど、でもね、まあなんだかんだすごい楽しかったですね。まずこの街のね、まあ風景とかも綺麗だったしですし、すごいのどかなね、こうイギリスの田舎町というかがすごいうまく再現できてたんじゃないかなと思います。キャラクター造形もね、なんだかんだ最初は違和感ありましたけど、すごい可愛くて、町の人たちにもねすごい愛着がいっぱい湧きましたし、なんだかんだねサブイベントねいっぱいあるんですけど、ちょっとね進めてないものがたくさんあるので、ちょっと個人的にねこの後もプレイしていこうかなと思います。エリザベスさんに関するお話はどういうことなんだろうな、ちょっとこう消化が難しいんだけれども、エリザベスさんというのは、まあ、前任者って言ってたから、まあ、そもそも人間ではないのかな。なんか台帳、住民台帳みたいなものに年齢が載ってなかったんですよね、確か。その時点でちょっとおかしいなと思ってたんですけれども、ひょっとしたらこの町を、まあ、守って監視していく、まあ、何か精霊ではないんですけど、人外の存在なのかもしれませんよね。まあ、最後の写真で出てきたモーニングベル通信の元 CEO は、あれはまあ罰を受けたってことなんでしょうかね。結構急にホラー要素がボーンと出てくるのでね、ちょっと戸惑いもありましたけれど、まあ、そういったところ含めてね、なかなか楽しい、面白い、興味深い作品でした。いやー、それすげえノリノリだな。スウェリーさんの他の作品でもね、急にこうちょっとロックテイストな曲が流れてきたりとかすることはあったんですけど、今回もねここぞとばかり趣味を感じるというかね、楽しんでゲーム作ってるなっていう感じがしますよね。いやー、メイドイン大阪、あ、そうね、ホワイトアウルは大阪にあるんですよね。これはなかなかやっぱり人を選ぶというか、まあ、なかなかメインどころにはね、いけないゲームかなとは思いますけども、個人的には大好きですね。なんかいろいろ途中途中でうるうるさせられて、実はちょっとそれのせいで撮り直しというかね、セリフ読み直したりとかいっぱいしましたけども。
結構ね、いいゲームだったなと、個人的にはとっても大好きなゲームでした。皆さんはね、どう感じになったでしょうか。では今回も長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回別な動画で皆さんとお会いできれば幸いです。チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけますと励みになります。よろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。またね。